トルは株式会社セガ龍が如く4伝説を継ぐものです。株式会社セガ総合監督名越俊博様、プロデューサー菊池正義様、ディレクター織原淳様、おめでとうございます。どうぞステージにお越しください。株式会社セガ名越様にはゴールドのトロフィーが贈られます。続いて菊池様には盾が贈られます。おめでとうございます。織原様には目録が贈られます。おめでとうございます。セガの名越と申します。先ほどユーザーズチョイスの方もいただけて、基本的にゴールドプライブはとても嬉しいんですけど、その両方の賞をワンセットでいただけたというのは本当に嬉しく思います。ちゃんと記録も作れて、ちゃんと記憶に残ったという証も同時にいただけたというのは本当に制作者としては何よりの幸せですし、そうですね、今日という日をまた機に龍が如くという作品が、ゲームマーケットに対してどういうことを行ってきたのか、そして僕らがこれからどんなものを作っていかなきゃいけないかということを一生懸命考えていくきっかけの日にさせていただきながら、こういう幸せな機会を与えていただいたことをまた新しいいいゲームとして、恩返しがしたいなというふうに思っております。本当にありがとうございました。名越様から喜びのスピーチをいただきました。ゴールドプライズ6つ目のタイトルは株式会社東映テクモゲームス北斗無双です。株式会社東映テクモゲームスプロデューサー小井沼久志様、リードプログラマー北村智之様、おめでとうございます。どうぞステージにお上がりください。株式会社東映テクモゲームス小井沼様にはゴールドのトロフィーが贈られます。そして北村様には盾と目録が贈られます。おめでとうございます。東映テクモゲームスの小井沼です。この作品はですね、無双の新しいシリーズとして、いろいろ新しい IP を用いまして、非常にいろんなハードルを乗り越えながら作ってきたタイトルで、今となってはかなりいい思い出と悪い思い出と入り混じったような感じで今います。で、私自身来年は無双シリーズだけではなくて新しいチャレンジをしていきたい年にしたいと思っております。今日はこのような機会、表彰の機会をいただきまして本当にありがたいと思ってますし、今後も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。小井沼様から喜びのスピーチを頂戴しました。ゴールドプライス7つ目のタイトルは株式会社コナミデジタルエンターテインメントメタルギアソリッドピースウォーカーです。エンターテインメント専務執行役員小島プロダクション監督小島秀夫様、小島プロダクション統括プロデューサー今泉健一郎様、小島プロダクションアートディレクター新川洋二様、おめでとうございます。どうぞステージにお越しくださいませ。株式会社コナミデジタルエンターテインメント小島様にはゴールドのトロフィーが贈られます。おめでとうございます。今泉様には盾が贈られます。おめでとうございます。続いて新川様には目録が贈られます。おめでとうございます。こんにちは、コナミデジタルエンターテインメントの小島です。メタルギアソリッドを始めまして、もう十数年が経ちまして、ユーザーの皆さんと、
共に年を重ねてきたんですけども、若い方にぜひメタルヤソリという、まあ、タイトルをやっていただきたいということで今回ピースウォーカーを企画しました。で、若い方に絶大なる人気のある PSP というフォーマットをまず持ってきて、 PSP である以上、まあ、携帯ができますので、メタルギアソリッドを携帯するとどうなるかということで作ったのが、まあ、本作です。非常に、切り捨てる部分もありましたし、挑戦的な部分もありまして、リスクは高かったんですけども悩みながら作ったのが本作で、本当であればそのナンバリングタイトルつけてもいいぐらいの我々の気持ちなんですけども、PSP ということでピースウォーカーというタイトルでいきました。で、今回ゴールドプライズとそれからユーザーズチョイスという賞をいただきまして、本当に嬉しく思ってます。特にユーザーズチョイスは、まあ、悩みながら発売したタイトルですので、その、まあ、評価をいただけたということで非常にホッとしてます。結果的にですね、皆さんに評価をしていただきまして、年齢層を下げるというよりも年齢層の幅が広がったような報告をいっぱい受けております。大会とかではですね、親子でメタルギアソリッドを楽しまれているという方も増えてきましたので、非常に我々も嬉しく思います。まあ、ライジングというタイトルも今後控えておりますので、これからもメタルギアソリッドというブランドを、より楽しいものにしていきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。小島様からスピーチをいただきました。ゴールドプライズ8つ目のタイトルは株式会社カプコンモンハン日記ポカポカアイルー村です。株式会社カプコン戦略執行部プロデュース室プロデューサー北林達也様、戦略執行部プロデュース室アシスタントプロデューサー小島慎太郎様、株式会社フロムソフトウェア制作一部コンテンツセクションディレクター浜谷和弘様、おめでとうございます。どうぞステージへお上がりください。株式会社カプコン北林様にはゴールドのトロフィーが贈られます。おめでとうございます。小島様には盾が贈られます。おめでとうございます。続いて株式会社フロムソフトウェア浜谷様には目録が贈られます。はい、カプコン北林です。モンハン日記ポカポカアール村の方なんですけれども、まあ、モンスターハンター、シリーズ初の、スピンオフということで、まあ、大きな、期待とですね、大きな、プレッシャーとの、あるタイトルでありましたが、今日ここにですね、一緒に、団長がやってもらってます、フロモソフトウェアさん、そしてですね、プロデューサーの、小島君で、またですね、モンスターハンターシリーズに関わっている、全ての、開発の、皆さんのおかげ、で、なんとか、成功することができました。ゲームの方はですね、12月1日に、発売になりました、モンスターハンターポータブルサードの方とですね、連動要素の、もありますし、今後ですね、12月、まだまだですね、クエストの配信だったりとかですね、12月まだ、新しい CM の、オンエアなどもありまして、まだまだですね、アイルーの方、大きく育てていきたいと思ってますので、今後とも、応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。北林様からスピーチを頂戴いたしました。